キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパーキポッキです。はい、パキポキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は水曜日ということで、私お休みいただけました。よかったでございます。どうっていうことで、いかがお過ごしでしょうか。今日は週の中日ということで、皆さんはやっと終わった水曜日という感じじゃないでしょうか。はい、ざまあみの方でーすでした。すいません。はい今日はですね、私車中泊しましたよ。今回はですね、火曜日の夜からですね、筑前南の里っていう、これは朝倉郡って言ったところなんですかね。はい、そこの道の駅に行きましたよ。はい、なかなか良かったです。何がいいって、トイレめちゃめちゃ綺麗でした。最近でも道の駅ってなかなか車中泊ダメだとかね、いうところ多くなってるんですけど、やっぱね、マナーをね、きっちり守ってくれれば、道の駅の人とか、そういうサービスエリアとかも、そういうのも全然 OK なんですよね。だから、あれらしいですよね、高速でも、パーキングエリア、サービスエリアっていうのは、あくまで仮眠するところっていうのが、表前向きの建前なんでですね。はい。だからやっぱトラックとかの方はもうしょうがないですよね。高速乗ってても、路肩の方でずーっと止まっとったりとか結構してますもんね。もうそこら辺で、やっぱ本当にね、働く人とかやっぱ優先にした方がいいと思いますよね。はい。車中泊の人もそれは楽しみやろうけど、あくまでね、無料開放のところですからね。はい。使わせてもらってありがとうございますって気持ちがなければダメじゃないかなってこと思うんですけどね。はい。久しぶりに、車中泊ということで、この車買ってから2日目、ね、2回目ですか、ですかね。今年のゴールデンウィーク秋やったよね、あれはね。下関市ですかね。山口県下関市の角島と角の島って書いて、角島ってところに行ったんですよ。あの時結構遠かったっすよね。もう現地に着いたのが深夜2時やったですもんね。で、それから走って角島行ったもんね。今回は、そこまで遠くないっすよね。筑前町ぐらいか。この前私はキリンビール工場っていうか、あそこに行った時がそこら辺やったんで、キリンビール工場がある。この近くなんやっていう感じやったんですけどですね。またね、ちょっとこう、道の駅とか、なんかそういうの探してですね、車中泊できるとこちょっと行ってみたいなって今思ってるんですけどですね。なんか、九州というか、福岡というか、ね、ちょっとなんかおすすめの道の駅だとか、なんか車中泊こういうとこ家らしいでとかって言うとこがありましたら、ぜひコメントないと思いますが、よろしくお願いします。あるぜ、こっちの県はとかっていうのはなしでお願いします。みんな遠いもんな。聞いてる人、遠い人が多いじゃないかなとか思うんですけどね。はい。まあ、それはどうかなとかと思います。はい。じゃあ、この続きはまた後で。バキポキさんのブラキ。はい。バキポキさんのブラキ、続きです。はい、声がどんな風になってるかわかんないですけど、ボイスチェンジャーで変わったと思うんですけど、チキンのやつですね。はい、それのブー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 なるやつをちょっと今鳴らしてみました。うるさくてすいません。さあ、相変わらず、今回天気よく、雨も降らず、風はちょっとやっぱ冷たかったですね。夜その車中泊した時に、やっぱちょっとね、やっぱ冷えましたね。はい。ただ暖房入れるまではなかったですけどね。はい。まあ、毛布を着て、寝てたんですけど、よかったっすよ。はい。結構寝れました、ちゃんと。で、朝結構ピシャッとこう、目覚めるもんなんですね。まあ、おしっこ行きたくなりますからね、この年になったらね。まあ、それで、天然の、なんですか、目覚ましの系で起きるというかね、そんな感じでございますね。
さて、インスタの方ほぼほぼ見ておりませんが、なんかあったかなって感じなんですけど、ちらっと見たのが、吉野さんが肉離れでした。バンクシャの吉野さん肉離れだったみたいですね。来月だったみたいですね、マラソン大会。まあ、ちょっと厳しいみたいですね。その走れるけど、せっかくこの 半年ぐらいやりよったらね、ずーっと走り、3ヶ月だったっけ、もうなんかずーっと走り続けとったんですけどね。まあちょっと、まあ来年の課題になってよかったのかなと。まあでもですよ、アキレス腱が切れたとかそうやなくてよかったじゃないですかっていう話なんですけどね。アキレス腱切れたらもうちょっと走りたくなくなると思いますよ。はい。また切るかもしれんっていうあの恐怖感がね、やっぱありますからね。まあそれ考えたら、肉離れてよかったじゃないですかっていう感じで私は思うんですけどね。まだ走れるのはすごいよなと思うんですけどね。気合入っとるなと本当思います。さて、また明日から私1週間始まるんですが、やっぱりなんかね、ちょっと休み、2連休ぐらい欲しいよなって思う今日この頃ですが、でもまあそれはしょうがないなとかと思うんですけどですね。はい。今日は私の制服がやってまいりますね。まあ多分明日ポストとかで、今日か明日ポストをすると思うんですけど、その時に、お披露目できればなと思うんですけど、なんのこっちゃろうねって思われる方は、ぜひインスタフォローしていただければと、まあフォローされてる方はチェックしていただければと思います。はい、じゃあ明日は木曜日ということで、1週間折り返し一発目ということで、私も、皆さんで言うところが全部の気持ちで頑張っていこうかと思います。じゃあまあ見ろですって頑張ろうかと思います。はい、じゃあ今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけ2時。どこからかまた悲しみが飛び交って、飛び交っている。失って、また失って、膝をつき、息をしている。それは涙とついになって悲しみが力となって、愛しさが何かを壊していく。そこは涙とついになってたぎりが溢れかえって、全てを背負ったっては愛してしまった。全部全部降りかかった。